はい、皆さんどうもこんにちは、インと申します。本日もよろしくお願いします。本日もスニーカー界第2スタジオから、はい、ボスとお届けをさせていただこうと。ボスとっていうか、ボスの、ボスの、ボス、ボスのスニーカーをご紹介を、はい、スニーカーさ、まあ、今回ちょっと言っときますか、はい、これ映ってるけど、はい、もうやばいでしょ、もうこの3ヶ月ぐらい。そうっすね。ニューバラにハマったのが一番誤算でしょうね。やっぱな、沼だったな、ニューバラは。いや、ニューバラは沼だったね。うん、もう他の人のサムネか、ツイッターとかも、ニューバランス沼って書いてあったけど、あ、やっぱ沼なんだと思って。俺なんか見たわけじゃなくて、絶対沼なんよね、ニューバランス。ニューバラだけはね。そう。いや、その、コラボもんも今あるからさ、余計にだなと思って。でしかも、2なコラボもん多いっしょ。で性格的にそういうの追っかけちゃう人が多いんよ、多分、うん、で俺もどっちかというとそっち寄りな部分もあるから。で加えてさ、ナイキはナイキでずっと好きじゃん。そうね、もともとベースはナイキだからね。それでこんなことになっちゃってんの。そうなんですよ。ちなみに前回ね、ここ来た時はね、1段で3分の1ぐらいだったよね。そうだね、前回、まあ、前回ここで撮影させてもらった時、ね、それぐらいかな。だって窓が見えちゃうとか見えないとか、どうするなんて言って撮影したもん。はい。それが今、もう、この状況ですよ。ええ、で、今回ちなみにナイキ5足ね、行きます。はい。はい。上から行きますか。はい。さらっと。どうしちゃったのこんなん。若者ブームに乗ってみた。今思わず小僧みたいになってよ、怒られちゃう。よ、ダメだよ。俺らの世代から始まってんだから、そこ。どうしちゃったの。いや、全然ね、シュープは関係ねえです、俺の中で、それ、うん。普通に、ズームフライトで、ベイズになったっていうだけで。ああ、あれね。ああ、ベージュね。そう。高くなかったっけ？ベースで1万9000円じゃない？俺ってほぼ定価で買ってるんだよ、これ。二次流通。ベージュだけは安いんですよ。値段そんなにしないんだ。そう。もう、やっぱりあれだね、だいぶ落ち着いたね、シュープで。そうそうそう。で、ほら、やっぱ言うてもさ、ダンクとかではないわけなので。ああ、そういうこと？そう。やっぱ選ぶんじゃないですか、履き方。オフハウスじゃない。どこですか、それ。オフホワイトじゃねえっすよ。オフホワイトじゃん。そう、だからキャリミさんだとそのタグなんですよね。あ、そうなの？本来は。で、だからさっきあの、リムさんに別区券で動画でプレゼントしたじゃないですか。うんうん、そのタグが今切れてるらしくて、キャリミさん。なんでだよ、つけてよ。で、さっきのお手紙が入ってたんですよ。カニの。あ、そういうこと？そう。今、欠品中なんですって。結構皆さんあげてますけど。だってこれをつけて履くんでしょ、みんな。俺は絶対取る。嘘。いや、だって、スニダンタグとかもつけてる人いるけど、クソだ、俺言うと怒られるのかな。クソだせえと思ってますから。そんなことないよ、みんな。俺、よく言えば、そこにジョーダン見えますけど、オフフォーム外して履きたい人ですからね。ああ、あれね。うん。うん、ああ、そうなんだ。新品に処分。なるほど。はい、え、これ、いくらなの？これがね、定価とほぼ一緒だから、まあ、2万、送料込みで2万しないぐらいかな。これは革なのかな、よくわかりません。もう完全にデザインだけですよ。まあ多分革だと思いますけど。これ足入れした？したよ。どうだった？広い。28だけど、それ履けんの？履ける履ける。これね、中めっちゃ広い。本当？うん、いい足入れて。だってナイキで8なんてあんまなくない？いや、だって俺ほとんど、本当になってナインハーフだもん。最近の。いや、今ナインハーフで履けるナイキなんてほとんどないでしょ。これ履けんの？全然履ける。あ、確かにでも、一番欲しいところが広いかも。そうでしょ？形的にさ。ここが。そうそうそう。俺の一番欲しいところが、うん、全部がでかい。だから足に合ってるかもね。そう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 。っていう口コミをちゃんと読んで。じゃあ普通のインラインとかやればよかった。そう、インラインもあったじゃないですか。うん、いや、あれは買おうと思ったの？違うんですよ。僕はこのペイズリーはまた別動画で紹介しますけど、うん、ペイズリーの服を買ったもんで、それに合わせようと思って買ったんですよ。なるほどね。でも、分かったぞ、では。この靴の欠点が。何？分かんない。あれ、土踏まずあったっけ？あるよ。ちょっと大丈夫かな。あ、そう、高いって言うよね、それ。ここ多分当たると思う、結構。俺大丈夫。足によって。足によって。そうだね。扁平の人はきついかもね。うん。あのね、ずっと当たってるわけじゃないんだけど、
踏んだ瞬間ここが硬いから、あ、履いてたら足痛くなりそう。俺はダメかもしれない。そうだね、扁平足の人はきついかもしれないね。うん、とは言ってた。うん、多分形状的にね。そうそう、内側のここがちょっと当たって、だから土踏まずない方はちょっと気に、真面目なこと言うと、うん、ちょっと大きめ買わないときついかも。もしくはやめといた方がいい靴かもしれない、うん、その履き心地だけの話ね。そうそうそう、デザインは俺もズームライト欲しいなって思ってて、この間までリストに入ってたから。あー、ノーマルのやつ、ノーマルのやつ買おうかなと思って、ね、ドノーマルが出たから買おうかなって思ったんだけど、また色違い出るんですよね。ああ、そう、うん、なるほど。はい、これまず1足目、はい、シュープリームだって。だってだって久しぶりに、いや俺も本当30年は言い過ぎだけど、20、俺でも7年ぐらい前だ買ったの。あ、そう、なんか買ったの。ナイキのシュープリーム1回だけ買ったことある。何を？キャップと、ああ、そういうスニーカーは何だったっけな、ちょっとこうトレッキングっぽいやつだった。そうそう、ピンクとかの。そうそう、はいはい、値段安かったからね、それは買ったんだけど。あ、これでいい、次。いいよ。じゃあ2足目ね。はい。エアフォース。はい。久しぶりにローカット買いました。LV8? EMB? レベル8は今の普通の表現じゃないですか。あ、そうなの？何の意味があるかは僕も知りません、マニアじゃないんで。あ、こんな風になってるの？そう、AF1 レベル8って。何のこっちゃ。いや、俺のやつどうなってたの。いやいや、もうモデルによっても全然まちまちですよ。あ、そうなの。ほら、ダングだって SE があれば OG があってとか。これ普通に買ってんの、ね、もちろん。うわっ、ぽいっしょ、うん、あれこういうのだ、やっぱり。そうそう、柄の悪そうな匂い。そうそうそう、いや、もうこれはそういうテイストを狙いましたからね。自分のキャラを理解して、自分のキャラを理解した上で買いました。分かってんじゃん、やっぱじゃ、やっぱそうじゃん。自分のキャラが慣れないのは分かってるんで。あー、すごいね、このでしょ、もうなんか柄の悪さを全面に押し出して、全面に押し出して、ね、爽やかさを打ち消すようなこのパテントにゴールドっていうね。そう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 、エアフォースの爽やか感を一切出さないっていう。エナメルに、そうそう、ゴールドにリング付き、ここのチャンピオンリング付き、すごいね。それがチャンピオンベルトね。いや、でも本当チャンピオンリングっていうらしいですよ。なんか NBA の、あの、ちょうどほら、今ファイナルが終わって、それで出たモデルらしい。で、ダンクとこれが出て、ああ、なるほど。本当はダンク欲しかったんですけど、もちろんダンクは白、パンダカラーだったんで。ああ、そういうことか。やっぱ、とてもじゃないけど、改造。それでこのクラックレザーっていうね。そう、最近は、ね、ナイキ大好きなんですけど。ああ、そうなんだ。うん、クラックレザー多いです。後で出てくる AJ1 もそうですけど。へえ。え、これは高いもの？エアフォース？いやいや、全然エアフォースの値段ですよ。定価です。このもんがついてんのに？ついてんの。1万3000円ぐらいじゃないですか。へえ。だったらいいかな。なんて言ったって、インソール紫だしさ。ああ、好きな要素しかないんですよ、それ。そうそう、もう不良な要素が詰まってる。俺不良じゃない。いやいや、不良な要素が詰まって、もう黒に金にパープルが好きっつった。だからそれはですね、うん、もうこれに合わせたくて買った。どっちが先なの？こっち。ああ、そうなの。そう、ニューエラでたまたまそのシリーズが出てて、うん、メッシュの59なんですよ、それ。うんうん、またこれまた柄の悪い感じのでしょ、うん、本当はヤンキーズ欲しかったけど、ヤンキーズ瞬殺でもうじゃあ別でいいや。ああ、そうなんだ、うん、あ、同じ黒金で、うん、ああそうだよね。あ、そうか、これは調整がないんだもんね。そう、普通の59なんでのメッシュってことなの。そう、今こんなのまだ。そう、びっくりしちゃった。スナップじゃねえ。いくらすんのこんなの。いや、定価ですよ。6000円ぐらい。6000円。まあ高えな、今ニューエラも。どうかしても6000円、まあ、そうだね、俺らの時代なんとなく買ってるけどさ。いや、もともとニューエラってやっぱアメリカのメーカーだけど高いじゃん、うん、あの、なんていうの、そこまでちゃんとしたキャップメーカーってない、なかったというか、にそれにほら当然値上がりがしてきてね。まあそれアメリカ製じゃなくなって、その値段だもん。高い、それちゃんとメジャーに公式採用されるようになりゃ。まあそうね、高い、ちゃんとプレイヤー用ですから。なるほどね。はい、ということでこれ2足目ね。はい、はい、じゃあ次、俺が全部ダンク、ローとハイか。はい。あ、なんか変なもんついてる。
これはね、もう出た時に買えなくてリストックでようやく手に入れれたんですよ。え、そんなに欲しかったの？これめっちゃ欲しかった。可愛いんだもん。めっちゃ凝ってるさ。アボカドなんですよ。アボカドじゃないんだよ、ね、アボカドなんです。そうだ、はい、怒られますよ。本当にアボカドだって思ったらアボカドだった。そう、マジか。どれね、フルーツ好きかよ。この間もだってあれだったから。あ、まあ、あとで紹介する SB でパイナップル買いましたけどね。いやいやいや、その前にさ、ニューバランスでキウイあったじゃん。あ、そうだね。うん。僕、キウイも今、ちょっと体の事情で食べられないんですけど。ダメなの？あの、薬の副作用で。いやいや、いい、重い話。重くない。真面目にダメなの。あ、そうなんだ。うん、好きなんですけど、あの、薬の飲み合わせで食べちゃダメなやつが、グレープフルーツとキウイなんですよ、ね。ああ、やっぱそういうのダメだったんで、あるんだね。免疫抑制剤との相性が悪いらしくて。そう、なんかさ、もうまさしくそれじゃんって思ったら本当にアボカドの皮で作ってるってことこれ。でもそれ冗談抜きで剥げてくるんですよ。で、剥げてくると中のアボカドの色になるんです。あ、そうなんだ。そう、剥いてるとね、で、このアボカドネットがついてくるっていう。すごいな。なんか SB みたいなやつだから、やってることが普通のダンクなんですけど。ああ、そうなんだ。ウィメンズはね、こういうことやってくるんですよ。ウィメンズなんですけど。ああ、そういうことか。だから12で買ってんのね。そう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 。ああ、なるほどね。え、ちょっとこれいい、足入れて。いいよ、入れた。12ね。攻めえな、やっぱり若干ね。うん、だって12でしょ。だから、まあ前も買ったことあるけど。あれ、いつもいくつだっけ。テンハーフがメインだっけ。テンハーフナイキだったら、うん、いや全然履けるけど、12って考えるとめっちゃ攻め。10ハーフぐらいしかないよね。だからメンズの10ハーフです。ね。だからギリギリなんですよ。ああ、そうだね。だ、僕ぐらいのサイズの人が29でギリギリ履けるかなっていう。そうだね。うん、そんな感じする。10ハーフの人でこの確かに12でいいって感じ。うん、1.5 サイズ上げってことか。うん、そうだね。ぐらいでね。うん。もうそう、思ったよりはこのサイズ履けば狭くない。だって俺でもこのサイズでもいいかなって思うぐらいは、うん、で、それぐらい紐ゆるゆると今僕の足入れたんで緩くしてたんですけど、うん、まあダンクなんでそれ履くかだけ。でもさ、10、ああ、そっか。でも縦もだから 28.5 ぐらいしかないってことか。そうそうそう、全体的な作りが多分一回りちっちゃいんで、うんうんうん、で、日本で展開されてるのだと29がマックスなんで、リメイクは。そうか、これ欲しかったんだ。そう、これ、いや、本当はそれともう一個バナナが出てて、うん、バナナが欲しかった。バナナマンになりたかったんですよ。日村さんと設楽さんの間に、ないの？そっちは大人気でプレネも結構ついてる。ああ、そうなの。うん、インラインの割にはね。へえ、いらねえ、そんなバナナが。黄色ってことでしょ。白にちょろっと黄色のバナナのマークが入ってるわけ。ああ、白がベースなの。白ベース。あ、中の方の色ってこと。ああ、そう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 、ベースはね。皮の色じゃない。そうそうそう、真っ黄色じゃないですよ。ああ、だから履きやすいんですよね。あれじゃないんだ。履いてると腐ってくるわけじゃない。黒くなってくるね。まあ、汚れりゃ。どういう風にしてほしいよ。だってアボカドこれ剥がれるんでしょ。そう。その黄色い皮で、徐々に黒くなってたわりや。まあ、1週間も持たんと思う。汚れてくりゃそういうことでしょ、きっと。ああ、そういうこと。もしかすると、白が剥けて黄色っぽくはなってくるかもしれないですね。ああ、なるほどね。いないな、そんな、そういう、そんなのいらないよ。で、これ、はいね。はい。この辺でこのやつ？それ、なんだったっけ？これ？ああ、そう、売れてねえだな。なるほどね。確かに。これ、売れてないんだ。売れてない。不人気。不人気。ダンクなの。ダンクなの。ダンクって書いてあるのに。なんでだろうね。よくわかんないです、最近の人気の技術。俺は好きです、これ。だから買ってんですけど。値段も普通？もちろん。安いチックだ。タグはちょっと80年代風というか。で、これ、まあ、スウェード、ね。格のチームらしいですよ。あ、そうなの？うん。スウェードに、表側に、でそこがスウェードね。スウェード。夏にいいな。配色のバランスじゃないでしょうか。そういうことですかね。やっぱその赤が嫌われるのかね。あとこのグレーの多さと。ああ、そうだね。足入れの部分は白でもいいような気がするよね。で、そのグレーのシマはあってもいいけど。なんとなく。重く見えるよね。うん。あ、確かにそれは言われればそう。そういう感じなのかもしれない。
そこの白だったらもっと売れたかもね、確かに。また見栄えが違うと思う。違うね。まあそれをわざとグレーにしてるんでしょうけど、いろんなそのあれがあって脱色しちゃえばいいんじゃないかなと。最近やってる人いるけどね。これもじゃあ白用に買ったのね。そうそうそう。で普通のさ、カレッジカラーのより皮が柔らかいタイプなんで、個人的には多分履きやすいと思うんです。ああそう、うん、暫定1位がまだ見つからないな、俺の中で。最後の、じゃあ次最後の一足だから、これがじゃあ俺の中で1位になること。え、これ新品？全部新品だよ。たまたまじゃあ箱が汚れちゃっただけね。ナイキクオリティなんですよ。あ、なるほどね。あ、まあ、そう、これはね、そうそう、あのキス東京で、あのツイッターで仲良くさせていただいてる方に売ってるよって言われて買ってもらったんですよ。あ、ツイッターでなんかやりとりしてた。そう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 。買っとくって言われて、うん、買ってくれた。買って、まあ、もちろんお金払いました当然。あ、カツアゲじゃなくて。あ、じゃあね。そうそうそう。で、当時買えなかった。献上品じゃなくて、ね。いや、じゃないです。俺さ、キス、この会社ってベイクルーズがやってるんだ。そう。みんな知らないですよ。なるほど。だから、舞台はちゃんとしてるっすよ。じゃあ儲ける気満々だな。ええ、なるほど。だってそういうブランドじゃないですか。うん、そうだね。え、これは何？ここのキスのじゃないのね。じゃない。キスってもともとただのセレクトショップなんで、まあもちろん知ってると思いますけど。ああ、そっか、そういうことか。そこで普通に売ってたもんね。普通に売ってたナイキ。ああ、そこのセレクトとして入ってた。そう、ナイキの普通のインラインがたまたまこれが入ってたっていう。そっか、これがクラックのね、またね。そうそうそう。ソーシュがね、こう。そう、あのボロ加工で。ミッドソールもちょっとあの白じゃなくて、あーっていう、そうか、この黄ばんでるね。そう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 、汚い感じの、汚い感じ今っぽい感じで、でタグも古い感じ。ああなるほどね。レトロタグ、まあどっちもレトロっちゃレトロだけど、そう、本当の意味のね、本当の意味の王道のレトロ感というか、これかな。まあそうでしょうね、一番普通の。1位は私の今回の、そうなんですよ、それはいかにも3,4,5足の中で、僕個人的にはあのエアフォースですけどね。あ、エアフォースね、はい、フリオエアフォースね。フリオエアフォースで、あれはツイッターでいい案をいただいたんで、後でリムさんにシューレースを変えていただこうかと思って。あ、お手その係、もちろん。あ、そう、それぐらいやってください。こんなの買ってんすか。そうね、じゃあそれはバイトさせてもらいましょう。はい、いや、これ結構いいのじゃない？なんか渋いよね、微妙なグレーで、あのいかにもダンクって感じじゃないですか、うん、俺らの知ってる、意外と持ってないね、そういうの、うん、そうね、こういうベーシックな色ね、うん、なんか知んないけど、ニューバラを履くようになってからグレーの靴意外と好きなんだな。あ、自然と目がいっちゃうようになったんだよね。だから黒い靴買わなくなりました、あんまり。ああ、そうだね、黒あんまないよね。そう、散々黒しか買わなかったのに、なんか最近黒い靴いまいちだなって思い始めて、ツイッター映えしないかって。それも撮ってもね、そうそう、ディティールが見えねえですよね。そうそうそう、夏だし、そうそうそう、こんだけ草ついてもね。なるほど。ということで今回はナイキ5足ね、はい、紹介しました。私の1位はこちら、最後に紹介したダンク。はい、でこれ今ね、実は、うん、あのリストかかって、普通にスニーカーズで買えます、サイズによって。ああそうなんだ、うん、あの直後に出始めて今日も出てたかな。なるほどね。もし欲しい方は、はい、まあ、ちょっと動画上がるタイミングで分かんないですけど。ああそうだね、確かに確かに、まあちょっと見ていただいてって感じです。はい、はい、ということで、まだまだスニーカー続きますんで、ぜひチャンネル登録いただいて、はい、ニューバランスもありますんで。あ、そうそう、今稼ぎ頭、稼ぎ頭の我がチャンネルの稼ぎ頭、稼ぎ頭って散財頭もね。ホントっすよ、一番コスパ悪いっすよ、こっちが稼いでるって話だけどね。いや本当です、一番コスパ悪い、マジで。本当に編集も大変だし、金はかかるし、金はかかるし、好きだから、好きじゃなきゃやれねえつもり。っていうのもあるんで、ぜひまたご覧いただけたらなと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。